山崎幸也、ハム入り真相を語る。日本ハムとは最後に交渉した。それまでに2級の球団はあったのか？山崎、それはないですね。決断のポイントを挙げるとしたら、吉村さんが僕自身は完成していないと言ってくれたこと。ファイターズもこれから強くなる、一緒に完成させていこうと。その言葉が嬉しかったし、心に刺さりましたね。日本ハムは若くて伸びしろもあるが、2年連続リーグ再開。外から見てどう感じていた？山崎、リーグ再開でも強くなりそうだなというのは感じていました。オリックスでも選手間ですごいことになるとか、来年とか2年後はやばいと話していましたから、そういうチームには入れるのは逆に嬉しいです。オリもそこから一気に優勝に転じたから信用できるな。オリの次にハムも当てたらジャンキーなるで。主力が20代前半でしばらく大きな FA 流出もない。普通にやれば強くはなる。普通にやればね。ドラフト制に守られてる以上、今が果てしなく弱ければ相対的に上がっていく可能性の方が高いし。2年連続ダントツ再開だから、これ以上弱くなりようがないもんな。オリックスも連覇する前に強くなる雰囲気あったもんな。その前に中島の大補強の時も雰囲気あったけどそっちは空振りだった。まともな野手、万波くらいしかおらんし噂は抜けたから微妙じゃね？他球団が弱体化してるからね。ロッテすら佐々木でも寝てるし。ポジってるけど立ち位置中にドラやろ。